ただいまから平成28年第1回長与町議会定例会を開会いたします。これから本日の会議を開催いたします。日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議則第127条の規定により10番岩永正則議員、11番菊津秀代議員を指名いたします。日程第2、会期の決定の件を議題といたします。お諮りします。本定例会の会期は本日から3月22日までの21日間にしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって会期は本日から3月22日までの21日間に決定いたしました。日程第3、議長報告を行います。議長報告でありますが、お手元に配布しまった通りであります。これで議長報告を終わります。なお陳情につきましては、お手元に配布しました請願陳情文書表の通り2件で参考配布といたしております。日程第4、行政報告を行います。行政報告の発言を許します。吉田町長。皆さん、おはようございます。それでは行政報告ということで、平成28年第1回長与町議会定例会をお願いいたしましたところ、議員各位には大変ご対応の中にご指摘をいただき、厚く御礼を申し上げたいと思います。本日から開会をしていただくわけでございますが、本議会におきましても多くの議案をお願いいたしております。長期化になることと思いますけれども、よろしくご審議をいただき、ご決定をいただきますようお願いを申し上げたいと思っております。それでは平成27年12月から平成28年2月にかけましての行政報告をさせていただきます。お手元に資料配布をさせていただいておりますので、主要な部分だけご報告をさせていただきます。12月7日に高田地区コミュニティ活動推進会議、10日に学童保育丸田んぼクラブの保護者の皆様、また1月19日には長与町の新しい図書館を設う会とのホットミーティングを開催いたしました。高田地区コミュニティ活動推進会議とのホットミーティングでは、コミュニティだけでは取り組むことが難しい課題としまして、交通事情、公園の不足、高齢者の見守りと支援、自治会への加入促進等、地域の絆を深めるための意見や、学童保育丸田んぼクラブにおきましては、丸田んぼクラブの現状をお聞きし、町の対応策を説明し、保護者の皆様の理解を求め、子どもたちが安全で安心して過ごせるにはどうしたらよいかなど、再確認をいたしたところでございます。また長与町の新しい図書館を設う会とのホットミーティングでは、図書館建設計画について説明をいたしまして、長与町の新しい図書館を設う会の皆様からは、新しい図書館を町民にとって使いやすい図書館にするための提案が出されるなど、皆様から貴重な意見を拝聴することができました。12月26日から31日まで、消防団によります年末警戒を実施をしていただいたわけでございますけれども、初日にそれぞれ各分団の激励に伺っております。1月に入りまして、6日に時津町、7日に長崎市、10日には久谷市におきまして、恒例の消防ネズミ式が実施をされました。そして9日に長与町消防ネズミ式を取り行っております。議員各位におかれましてもご出席をいただいたところでございます。10日には長与町成人式を取り行いました。これにつきましても議員各位にもご出席いただき、590人の新成人の皆さんの門出を祝っていただいたところでございます。また結婚推進等事業としまして、12月に結婚から育児について不安や悩みがある一方、
ある方、一歩が踏み出せない方に声をかけていただきます。お塩焼き屋さん養成講座を5回開催をいたしております。その養成講座参加者の中から12名の方にお塩焼きさんとして登録をしていただき、1月13日にお塩焼きさん任命式を取り行っております。2月6日には未婚の男女およびその親に向けて出会い、結婚から子育てなどに興味、関心、正しい知識を持ってもらえるよう、今時の結婚事情、今時の子育て事情を乗り込みながら情報の発信を行う講演会、シンポジウムを開催をいたしました。講演会では、梅雨の丸子氏と夫で大神楽曲芸師の堀田屋大二郎氏に、自分が変われば出会いが変わるをテーマにお話をしていただき、またシンポジウムでは現在の結婚・子育て事業をテーマに8人のパネリストによる意見交換がなされました。1月14日には長与町総合開発審議会から長与町第9次総合計画素案に関する答申がなされております。長与町では住みたい、住み続けたい、住んでよかったと言われるような幸福度日本一のまちづくりのテーマとし、平成28年度から5年間の長与町第9次総合計画を今年度中の策定に向けて進めております。1月27日には町では初めての取り組みとなります長与町子ども議会が開催いたしました。長与小学校の6年生146人が参加し、20人の子ども議員が社会科の私たちの生活と政治の学習で学んだことを生かしまして、自分たちの町長与町をもっと良い町にするという視点で、実際の町議会と同様に一般質問を行い、活発な議論が交わされました。子どもたちにとって自分たちの暮らしと政治はつながれているということを体験を通して学ぶことができたことと思っております。2月に入りまして、9日には懸案事項の一つでもあります都市計画道路西高田線や高田南都市核整理事業の早期完成のため、国土交通省へ整備促進について要望に上がりました。今後もこれらの事業に係る財源確保など早期完成に向けて詰めてまいりたいと存じております。以上が12月から2月にかけましての行政報告でございます。その他お手元に配布の通り多くの会議事業があっております。次に載せております5000万円未満の入札結果と合わせましてご参照いただければと存じております。以上です。日程第5、施政方針の説明を許可いたします。吉田町長。本定例会におきまして、平成28年度の一般会計をはじめ、各特別会計、企業会計の当初予算や、多くの条例等の議案のご審議をお願いするにあたりまして、調整の規制に対する所信の一端を申し上げ、議員閣議をはじめ、町民皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。我が国の景気は経済財政対策により緩やかな回復基調を告げており、デフレ脱却まであと一歩というところまで来ております。このように国では経済再生と財政健全化に取り組み、地方創生を内政の最重要課題に掲げ、地方の創意工夫を全力で応援することで、地方における危機的な人口減少と地域経済縮小を克服し、一人一人が暮らしの中で景気回復を実感できるようになることが何より重要であると考えております。政府は町人仕事創生総合戦略を取りまとめ、結婚から出産子育てまでの切れ目のない支援や
都市部から地方へ移転しやすい環境づくりを掲げ、また地方自治体が自主性、主体性を最大限に発揮して、地方創生に取り組むことができるよう、地方創生の推進に取り組む基盤となる地方税財源の充実確保法を進めております。そうした中で、地方自治体においても、地方版総合戦略に基づき、持続可能な地域社会の実現に向けて、この課題に取り組んでいるところでございます。長崎県におきましても、我が国が本格的な人口減少社会を迎え、地域間の競争が一層激しさを増す中、長崎県の構造的課題の解決を図り、将来にわたって持続的に発展していくためには、長崎県の強みを最大限に生かしつつ、人口減少対策や産業振興、雇用対策等の一層の強化を図り、活力あるたくましい長崎県を作り上げていくことが重要としております。本庁でいたしましても、こうした国政や県政の流れを注視しつつ、昨年10月に策定いたしました長与町町人仕事創生総合戦略及び現在策定を進めております長与町第9次総合計画を、幸福度日本一の町を実現するための指針としまして、特に本庁の強みであります教育と子育て環境をさらに充実させ、また商業拡充を通じたにぎわいのある町づくりなどを踏まえた若者世代の人口増を図っていくこととしております。今後とも町の発展のため、また町民の皆様が日々の生活を明るく豊かに送れますよう、議会の皆様や町民の方々から多くのご意見、ご指導とご協力いただき、住みたい、住み続けたい、住んでよかったと言われるような幸福の日本一の町を目標に、今後も引き続き取り組んでまいります。本庁の平成28年度の予算編成につきましては、町長選挙の関係で国家予算として編成をいたしましたけれども、予算規模としましては、今年度を上回り、計上経費や継続事業の多さを表す結果となっております。歳入につきましては、重要な一般財源である町税が微増ではあるものの、28年度において基金の取り崩し等により予算編成をしているところでもございます。また歳出では高齢化の進展や扶助費等の社会保障関係経費の増加に加え、高田南土地価格整理事業、西高田線街路事業など、投資的事業の継続実施及びそれらの事業に伴う記載の償還額も増加傾向でございます。今後数年間は、多額の経費を要する事業が集中することも考えられることから、事業の優先順位等を的確に判断し、健全化判断比率が急激に悪化することのないよう、財政の健全運営に努めてまいりたいと考えております。それでは、平成28年度におきます重点施策につきまして、所管ごとに説明をさせていただきます。まず総務部でございますけれども、町民ニーズや行政課題に柔軟かつ迅速に対応でき、町民にとって明確かつ利便性の高い組織機構とするため、組織機構の見直しを実施をいたします。具体的には、組織の統廃合、新設により行政機能を充実させるとともに、部下の名称を分かりやすく整理いたしました。今後も効果的かつ効率的に事務事業を処理しうる組織編成を推進していたします。なお、これからの説明は新しい組織名でさせていただきたいと思いますので、ご了承をいただきたいと存じます。次に本庁では、昭和60年10月より長与町行政改革大綱を策定し、事務事業評価を実施するなど、効果的、効率的な行政運営に努めてまいりました。現在は第4次長与町行政改革大綱において、一層の行政改革の推進に取り組んでおり、平成28年度からは、大綱に基づく新たな実施計画を策定し、業務改善活動の推進などにより、職員の意識改革や職場風土の改善など、行政ニーズに的確かつ柔軟に対応できる人材を育成をいたします。消防防災事業では、災害時の情報伝達手段の多様化を図り、防災情報を迅速にお伝えするため、継続事業であります
防災行政無線設備の更新を行ってまいります。また安全安心な暮らしを支える最も身近な住民組織であります自治会や各地区コミュニティの活動を引き続き支援するとともに、活動に対する理解の醸成と加入参加の促進に努めてまいります。情報管理部門におきましては、安定的な電算システムの運用管理を一層図るとともに、行政事務の効率化を進め、さらなる住民サービスの向上に進めてまいります。また社会保障税番号制度へのシステム対応を進めてまいります。次に企画財政部でございますが、昨年10月に策定を終えました長与町町人仕事創生総合戦略及び来年度から向こう5カ年の長与町第9次総合計画のいずれにおきましても重点事業と位置づけております。コミュニティバス乗り合いタクシーの導入に向け、具体的な検討に入ってまいります。利用需要予測等をもとに、具体的なルートやダイヤを想定し、地域公共交通会議を開催するなど、必要な手順を踏みながら、平成28年度中の試行試験運行が可能となるよう進めてまいります。また、持続可能で利便性が高い幸福度日本一の街の実現に不可欠な公共施設等総合管理計画につきましても、建物等の診断、カルテ作成、データベース化等必要な作業を計画的に進め、平成28年度中の策定に努めてまいります。さらに地方創生の主要な観点であります広域連携の取り組み、長崎市都議町との一身町ににて検討中の連携中枢都市圏につきましても、形成に向けまして作業を進めてまいりたいと考えております。財政運営につきましては、現在進行中の大型事業をはじめ、少子高齢化や公共施設の老朽化に伴い、今後さらなる財政負担を強いられることが予想されるところでございます。地方財政はまさに新規投資から維持更新の時代へと変わり、これまで先送りをされてきましたさまざまな課題がいよいよ待ったなしの状況を迎えつつあります。そのような中で、国庫補助等の財源確保を図るとともに、限られた財源で最大の効果を生み出すよう事業の選択と集中、必要性と緊急性を見極め、予算の重点配分を図りながら、財政健全化の堅持に努めてまいります。また、収納推進業務におきましては、町税の滞納額を収納推進専門医の指導員のもとに、この5年間でおよそ1億4000万円圧縮をいたしております。新年度は、徴収業務をさらに強化し、再建徴収担当各課の業務効率化を図るため、各再建の一元化を図り、徴収体制の組織再編を行い、再建改修により一層の力を入れてまいる所存でございます。結婚相談事業につきましては、平成26年度から社会福祉協議会への委託事業といたしまして、一組でも成婚につながることを目標に事業を進めてまいりました。今年度におきましても、国の交付金等も活用しながら、講演会やシンポジウムの開催、相談業務、出会いの場の提供等を行うなど、結婚を促進することにより定住人口の増加を図ってきたところでございます。その成果が徐々にではありますが見られるようでございますので、今後も引き続き結婚相談事業の充実推進に進めてまいります。続きまして、住民福祉部でございますが、少子高齢化社会の中におきまして、住民の皆様の福祉と健康と環境を守り、生活と密接につながりを持つ業務であることを自覚し、親しまれ利用しやすい対応を考え、町民サービスの向上に努めてまいります。また住民窓口では、番号法通称マイナンバー法の施行に伴い、今年2月から個人番号カードを順次交付しているところでございます。平成28年度におきましても、引き続き迅速で正確な交付を図ってまいります。環境分野につきましては、循環型社会の構築、低酸素社会の形成を目指して、現在のみならず次の世代に引き継ぐためにも、さらなる資源リサイクルの啓発促進を図るとともに、ゴミの減量化、地球温暖化防止対策などの施策を推進をしてまいります。施設につきましては、平成27年度よりゴミ焼却施設が稼働し、90日間の連続運転も本年2月に完了したことで、都議町の
リサイクルセンターと合わせた長井町の循環型社会形成に向けた拠点施設が整備されたところでございます。平成28年度はこれらの拠点施設を中心とした原料化、再資源化、再利用などにつきまして推進していくとともに、焼却施設関連の板の浦公園整備に取り掛かることになっております。ゴミの原料化につきましては、生ゴミ原料適正な分別の周知を保健環境連合会及び環境サポーターとの連携を密にしまして、より一層の推進を図ってまいります。資源化物の拠点回収につきましては、高齢者等のゴミ出し弱者支援事業の充実や常設の回収拠点の増設を行うなど、より取り組みやすい拠点回収に向けての改善及び検討を行ってまいります。また環境問題での啓発およびリサイクルの推進を図るために、町内で回収されました牛乳パックを再生利用した啓発用トイレットペーパーを作成し、町内小中学校等の公共施設での使用および各種のイベントでの配布につきましては、昨年に引き続き実施し、さらなるリサイクル意識の向上を図ってまいります。子育て支援につきましては、子どもや子育てしている方々に必要な支援を円滑に行うことを目的に、妊産婦や子育て世代の個別ニーズに対応した情報提供ときめ細やかな相談支援を行います。また保育所や放課後児童クラブの整備に取り組み、保育の質と量の確保に努めます。さらに子育て世代の経済的負担軽減のため、福祉医療費助成事業の対象を小学生まで拡大をいたします。児童福祉政策につきましては、子どもを守る地域ネットワークの充実を図るため、各関係機関とのさらなる連携強化を図ります。障害者福祉施策につきましては、障害に対する町民の理解を深め、障害のあるなしにかかわらず誰もが社会を構成する一員として社会参加ができるよう、社会活動の機会の確保と社会的障壁の除去に努め、自立支援並びに地域生活支援事業の推進に努めます。次に健康保健部でございますが、健康づくりにつきましては、長与町の健康づくり計画第2次健康長与21に基づき、健康寿命の延伸と健康格差の縮小を目標に取り組みを進めてまいります。疾病の早期発見早期治療のためだけではなく、自身の健康状態を知っていただくためにも、特定健診やがん健診などの受診率向上を進めるとともに、その診断、その検診結果から疾病リスクの高い方には重症化を予防するための訪問指導事業等も積極的に推進をしてまいります。また健康祭りや健康教室などを通しまして、効果的な健康に関する情報提供を行い、健康意識の高揚を図るとともに、健康づくりの取り組みは個人の取り組みだけではなく、地域社会での支えも重要となっておりますので、健康づくりに主体的に関わる住民の活動を支援し、身近な地域における健康づくり活動を推進をしてまいります。国民健康保険事業につきましては、高齢化率の増加や医療の高度化により年々医療費が増加をしており、このままでは収入が不足することから、平成28年度より税率の改定を実施をいたします。支出を抑えるためには被保険者の健康維持増進が不可欠です。27年度に策定しましたデータヘルス規約に基づき、効果的な保険事業を実施し、医療費適正化に進めてまいります。また徴収業務につきましては、収納推進課と連携を図りながら、これまで以上にきめ細かい納付交渉や滞納処分等の厳格な納付対策を実施し、収納率の向上に努め、収入面の確保も図ってまいります。介護保険につきましては、平成29年までを計画期間とする長与町老人福祉第6期介護保険事業計画に基づき、高齢者がいつまでも住み慣れた地域で安心して暮らせる町づくりを目指すとともに、団塊の世代が75歳を迎える2025年を見据えた形での介護予防の推進、あるいは地域包括センターを中心とする地域ケアシステムの構築に向け、
具体的に取り組んでまいります。施策といたしましては、これまで進めてまいりました地域支援事業の推進、介護保険制度の円滑な実施をさらに進めていくとともに、長与町地域包括ケアシステム実現のため、医療・介護連携、認知症施策、地域ケア会議、生活支援及び介護予防の課題解決に向け、計画的に取り組んでまいります。後期高齢者医療制度につきましては、平成20年4月から長崎県後期高齢者医療広域連合で運営され、町においては保険料の徴収事務や窓口での申請、届出事務等を行っておりますけれども、現在までのところ順調に推移させておるところでございます。今後、高齢者の増加が進む中、健康診断の受診をさらに進め、その検診結果から健康分野とも連携し、重症化を予防するための訪問、指導、事業等早期対応を図ることで、医療費の抑制にもつながるよう勧奨してまいりたいと考えております。また、本年10月には長崎県におきまして、全国健康福祉年、年輪ピックが開催されます。本町はターゲットバードゴルフの会場となっており、全国各地から選手、学員、応援のたくさんの皆様がいらっしゃいます。大会の成功はもちろんのこと、長崎国体と同様に、来場される皆様も温かくお迎えし、この機会に長与町の魅力を全国に向けて発信し、交流人口の拡大につなげてまいりたいと考えております。次に建設産業部でございます。農業を取り巻く情勢は、農業従事者の高齢化や農産物価格の低迷、加えて生産資材の高騰や有害鳥獣対策など、農業者では解決できない諸問題を抱えている現状がございます。本町の基幹作物である平成27年産みかんの販売状況は、気象条件に恵まれ、果実の早熟化により甘みが高い高品質なみかんに仕上がり、高値販売につながりましたけれども、出荷量が昨年度よりおおよそ 75% に落ち込むなど、農業経営は依然として厳しい状況にあります。大都市市場への輸送など地理的条件を克服し、産地間競争を勝ち抜くため、今後も品質向上対策によるブランド化や競争力のある優良苗木への更新事業など継続した支援を行ってまいります。また都市と農村の交流並びに地産地消を促進する農産物直売所への安定した農産物の提供に向け、落葉果樹苗木購入補助や野菜苗等の購入を補助する畑作物拡大事業など、今後も農家の所得向上につなげてまいりたいと考えております。次に農産漁村環境保全活動といたしましては、農産村部では有害鳥獣被害防止対策事業をはじめ、農地の耕作放棄地発症防止対策としまして、中山間地域等直接支払い事業や農道水路の維持管理活動を行う多面的機能支払い事業、漁業水産関係ではヒラメなどの稚魚放流事業や水産多面機能発揮対策事業による長与浦の再生活動を継続して支援をしてまいります。林業関係におきましては、県営事業として行っていただいております産地崩壊を防止するレリ号の梶原地区地産事業に加え、平成28年度からは本河地区も開始される予定でございます。今後も県当局のご指導のもと、産地防災の強化を図ってまいります。商工観光では、昨年産業競争力強化法による認定を受けました創業支援事業計画書に基づき、県金融機関大学等と連携をいたしまして、起業しやすい環境づくりに取り組むとともに、町内事業者の経営安定販売力向上のため、引き続き商工会と連携を図りながら各種支援事業を行ってまいります。また交流人口の増加と町の活性化事業の一環として開催いたしております長野シーサイドマルシェも3回を迎え、定着をしてまいったところでございます。今年度は長野シーサイドストリートをコースとした長野ヘルシーウォーキング大会と同時開催をいたしまして、大村湾沿いの長野シーサイドストリートも含め、長野町の新たな観光名所を発信するとともに、長野町の生産物やお土産品等の PR を行うことと。